皆さんこんにちは、井上亮です。ビジュチューンの放送も7年目を迎え、 DVD ブックが5巻になりました。ここでビジュチューンを改めて簡単にご紹介します。ビジュチューンは古今東西の有名な美術作品を歌とアニメで紹介する NHK E テレの番組です。作詞、作曲、歌、アニメ、すべて私が担当しています。これまでに DVD ブックが4巻、それとシール&ポストカードブック、塗り絵を合わせた6冊が出ていますが、DVD ブック5の発売でシリーズ累計15万部を突破しました。記念すべき DVD ブック5の内容をこの動画で簡単にご紹介します。表紙のテーマになっているのは東秀斎写楽作、三代目大谷鬼次のやっこ江戸兵衛。とても有名な浮世絵ですから、どこかで見たことがある人もいるかもしれませんね。このバッと開いた手、これから何かするぞという感じに見えてきて、日々より目、日々より目でガンガン、力入れへの地口で念願の洗顔、おやすみしゃらく。 DVD ブックの第1弾に収録され、表紙にもなっている人気キャラ風神雷神が5にも登場します。さて、どんなアニメかというと、夏秋草津屏風デート。出かけに喧嘩した後のデート不穏、仲直りのタイミング微妙にファラウェイ、心配で恐怖吹いちゃう、不安が雨雲読んじゃう、あ昨日はキンキラだったのに。 DVD には全16曲を収録。ブックでは元になった美術作品の解説や、番組放送時にはお話しできなかったエピソードなど80ページがまとまっています。5では全身を使って美術を楽しみましょう。先ほど紹介した写楽式洗顔では、私も江戸兵衛の表情を真似た撮影にチャレンジしましたが、これが本当に難しい。顔の筋肉を動かすのが大変で、そもそもどの筋肉を動かせばいいのかわからなかったほどです。コラムの一つには、静岡県熱海市にある MOA 美術館で行った内田徳吾館長との対談を収録しています。内田館長がおっしゃった日本の美術は生活のアートというお話はとても面白く感じました。取材中、尾形乾山のお茶碗でお茶をいただいたのですが、味がわからないほど緊張してしまいました。ただ実際に手で触れてみると身近なものに感じたんですよ。最近のビジュチューンのイベントにはコスプレをして参加される方もたくさんいます。そこでファンの皆さんから投稿してもらった写真を紹介したり、 DVD ブックシリーズでも縄文土器先生の被り物や酒ミラーボールを作ってくれたゆいさんにも協力していただき、手作りの衣装の紹介をしたりもしています。そして私が展覧会用に描いた屏風を元にした井上亮オリジナル紅白梅お泊まり会図屏風、ペーパークラフトもついてます。切って貼って2つ折りにするだけ。切るときに刃物などに注意さえしていただければ簡単に作っていただけると思います。そして恒例の企画となった踊ってみようももちろん収録しています。今回は鮭ミラーボール、鮭になったつもりで体の隅々まで動かしてみてください。こうやって体を動かしてみると、新しい美術の楽しさに触れることができると思います。一冊丸々体全体で楽しんでください。おっと、忘れるところでした。今回もアンケートハガキによるプレゼントがあります。ビジュチューン DVD ブック5オリジナルいちご泥棒大脱走柄バンダナです。こちらは必ずアンケートハガキでご応募ください。
毎回皆さんのハガキに励まされています。ぜひたくさんのご応募お待ちしています。さあ最新第5弾ぜひお手に取ってお楽しみください。よろしくお願いします。